はい、今回も LINE で発見たまごっちやってきます。前回の動画の、まあ、続きっていうか結果報告みたいな形になるんですけど、前回、マメッチとミミッチで、結婚したわけで、ついに僕のその出した仮説がね、実証されることになるんじゃないかと思って、動画撮ってます。まあ前回この6代目のマメッチとミミッチが結婚して、メスが生まれて終わったんですよ。で、まあ結果、メスが生まれて、やっぱりね、ミミッチになりましたね。一応ね、幼少期から、フラファッチにしたいから、花占いをやってたのにミミッチになったってことは、親の見た目に影響されるっていうのが、可能性が高いんじゃないかって思うわけですよ。せっかく名前花壇にしたのにミミッチになったからね。で、まあ今回思ったのが、両親の見た目に影響されるなら、じゃあニョロッチと結婚したら、オスが生まれた場合、ニョロッチになるんじゃねっていう、今回も検証ですね。はい。で、もう恋人の関係になったんで、結婚するのみ。で、今回オスが生まれれば、またね、これニョロッチ生まれる可能性が高いわけですよね。ニョロッチはまだ、なんていうの、成長したことないんで、まあ、図鑑も埋まるし、他の進化への、こう、情報も得られるわけですよ。ちなみに、ニョロッチの、好物はベトナムフォーですね。ベトナムフォーっていう発音で合ってるのかわかんないけど、そう、これを与えると他の食べ物より 0.5 くらい回復量が高かったね。じゃあ結婚していきましょう。いや、これでニョロッチと結婚して、オスが生まれて、結果、ニョロッチになるかっていう。もうここでニョロッチになったらもう、親でしょ、これ。もう親がこれならこれっていう。だから、友達とやって、ずっとや、結婚してたら、多分、新しい種族にならないんじゃねみたいな。そういう可能性も出てくるわけよね。NPC だと、いろんなこう、マメッチじゃねえ、いろんなたまごっちが出てくるから、違うじゃん。生まれてくるのが。こう、バリエーションがあるけど、友達とやったらずーっとマメッチ、メメッチ、クチパッチ、あたりになるんじゃないの?ともなるから、一概にこう、俺の言ってることは正しいってわけじゃないけど、どうなんすかね。もうこれは、もう皆さんのこう、協力が必要なんですよ。やっぱり俺も情報がね、全然なくて、結局、どうしたら進化すんのっていう、もう、確定した攻略法がまだ見つかってないと思うんだよね。お、結婚できたね。よかったよかった。やっぱ恋人以上になると結婚できるっぽいね。はい。じゃあここからだよね。ここから、まずオスが生まれるかっていう。なんかニョロッチの口の形状的になんかキモいな。まあ本当はゴザルッチが NPC にいたら、ゴザルッチとやりたかったんだけど、まあしょうがないよね。ニョロッチはやったことないんで、やったことないっていうか、まあ結婚したことないんで、さあここ、ここめっちゃ重要。ここでオスが生まれたら、ニョロッチ出てくんじゃねみたいなね。頼む。よーし。来ました。はい、名前変更しよう。はい、ニョロタでいきます。やっぱりこう、願掛けだね。毎回この願掛けしていきますんで。こっから、ニョロッチになるかだよね。いやー、ほんと頼むよ、親中。まあ、とりあえず、まあ、今回は、ちょっと、何に成長したのかっていう報告動画なんで、まあ、他のことしないんですけど、こっからね、またニョロッチになるのかっていう。検証続けていくんで、まあ、よかったら次回の動画も見てってください。終わり。